やモニタリング会議で示されたものですが、7日間移動平均の新規感染者数の予測の推移、先週水曜日がおよそ1029人、今週水曜日が 1.7 倍となり1699人、そしてこちら予測ですが、同じように 1.7 倍に増えると2000